マーク63砲射撃式装置は、アメリカ海軍が開発した、艦砲用の射撃式装置。従来、アメリカ海軍は中高警報や、機関砲の方側において用いる FCS として、マーク51を用いてきたが、人力操作による、目視照準、追尾を基本としており、また、対空即居手段を持たないなど、性能はやや限定的なものであった。このことから、 特に特攻対策に主眼を置いて、新世代の FCS として開発されたのが、マーク63である。開発にあたって、海軍武器局は、4000ヤード以内で、回避行動を取る目標に対する盲目射撃と、高精度の迎撃能力の実現を目標とした。マーク51の後期型と、同じく、射死式のマーク15照準機を中核とした。 人力操作式の FCS ではあるが、レーダーを装備しており、マーク29の視野内にレーダースポットが出ることから、盲目射撃も可能とされていた。レーダーとしては、当初は S バンドのマーク28、後に X バンドのマーク34が用いられ、砲塔、重火に設置されていたが、ビーム幅が狭すぎて、目標捕捉が困難な傾向があり、アンテナを、 上下20度に運動させることでビームを振ることで目標を補足しやすくするなどの方策が取られた。初試験は1944年6月に行われ、同年11月の航空母艦への搭載を皮切りに配備を開始、沖縄戦において実戦投入された。また1953年にはアンテナ系の拡大やレーダー送信出力の増強など、 所定の改良を完了して、軍用電子機器の命名規則に基づき、正式名が、マーク34からアン・ SPG-34 に変更された。アン・ SPG-34 では、目標捕捉能力が向上したことから、ノッティング機構は撤去され、変わって、マーク 56GFCS のアン・ SPG-35 と同様に、細いビーム幅で素早く速角。 即居する塩水操作によって目標を追尾することとされていた。1956年にはやや高い周波数を使いパルス幅を狭くパルス繰り返し周波数を高くするなどの変更が施されたアン SPG-50 レーダーも登場した。一方、同じくアン spg-34 レーダーを使用しつつ、マーク63の射視式ゆえの複雑な光学系を廃止した直視式のシステムとして、マーク57も開発された。これは、方位板の標準望遠鏡の直視、あるいはレーダースコープ上で目標を指導追尾することで、方位板上のコンピュータマーク17が内蔵ジャイロスコープにより各速度等を検出し、 艦内に配置されたコンピュータマーク16によって射撃証限を算出するものであった。ただし、マーク63とは異なり、射撃式レーダーはフォーガーではなく、合意板に設置された。アン、?SPGE-34 のうち、マーク63はもっと1、2を、マーク57はもっと3、4を採用した。さらに後には、マーク十三をもとに、 空バンドの案、SPG-52 即居レーダーを用いる派生型としてマーク70も開発された。ありがとうございます。